アルティガス庭園は、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、ラポブラ・ダ・リリエートにある庭園。建築家のアントニー・ガウディが設計し、1905年から1906年にかけて建設された。湿潤な庭園は、ガウディの作品で唯一である。ラポブラ・ダ・リリエート1905年、建築家のアントニー・ガウディは、近隣のカスタリア・ダヌクにある、アスランドセメント工場に石炭を供給する。 高山技術者の避難場所となる木造建築を建設するために、リブラガート側の上流部にあるラポブラダ・リリエートを訪れた。このセメント工場の所有者は、実業家のエウゼビ・グエイであり、ガウディの主要なパトロンだった。ガウディは、ラポブラダ・リリエートで、繊維工場を経営する、ジョアン・アルティガス・ヤラルトの邸宅に泊まり、もてなしを受けたガウディは、アルティガスのための庭園を設計した。 1971年末には、庭園が事実上放棄されているとする記事が書かれている。1992年には、カタルーニャ工科大学の監督の下で庭園が、回収された。今日見られる、彫刻作品は、ラモン・ミリエット・イド・ドメナクの作品である。庭園は、ラポ・ブラ・ダ・リリエートの自治体が管理運営しており、一般に公開されている。アントニ・ガウディ同時期のガウディは、 バルセロナのグラシアクにグエー公園を建設中であり、グエー公園の建設作業にあたっていた石膏の一部をラ・ポブラ・ダ・リリエートに送り込んだ。このため、アルティガス庭園とグエー公園の間には構造的な類似性が見られる。グエー公園と同じように、ガウディは完全に周囲の自然環境に溶け込んだ庭園を設計した。また、バルセロナのシウタデリア公園に、 人工的な滝を設置したのと同じように、アルティガス庭園には人工的な洞窟を建設した。その他にも彫刻の象徴性、木や石の使い方、床やシバラの使い方などが類似している。ガウディによる他の作品と同じようにアーチやカトリックの象徴で埋め尽くされている。動物や人物の形をした象徴的な彫刻作品が配置されているが、それらは 神話的意味、宗教的意味を有していない。ありがとうございます。